ですか。そうなんです。こんばんは。なんか痒い首が。マッサージしようかな。幼く感じる。ほんと？今日から絵文字が使えるようになったということで、じゃあ絵文字当てゲームでもしますか。もう山口行きた。ほんと、ほっぺが嫉妬してる気がする。毎日お風呂入って配信した方がいい。なんで、なーね、なんですかそのゲームは。わかりません。今自分でやってみました。体現して皆さんが絵文字して正解不正解はこれですみたいな感じはどうでしょう。どうでしょうか。ジェスチャーゲームみたいな感じ。そうですね。みんな使いたがりやん。すぐ使うやん。ゲームの提案したくせに足伸ばされ始めた。ごめん。何にしよっかな。絵文字が見えんけんさ、なんか表せるものも何があるんだろうって思っちゃってさ。こんばんは。今日もありがとう。なんだろうな。パジャマ何の柄ですか。アイス。じゃあ村重チャンネル見たことある。ありがとう。嬉しげ楽しげ村重さん。まだやってないよ。なんでアイスがいっぱい来たんですか。あ、そういうことか。びっくりした。わちがアイスのジェスチャーしたかと思った。このパジャマは自分で買いましたね。名前にも入れれる。ほんまや。でも月のマーク入れようかな。今村美月の月だけ月にしようかな。どう？ビッグリンゴ。じゃあ行きます。検索で引っかからなくなる。確かに。知ってる人は知っている。アイドル。あ、正解おる。あ、惜しい。そう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 、惜しい。正解はなんかボール持って投げそうになってるやつでした。むずいんやけど、これ正解の言い方も。じゃあ第2問目。じゃじゃん。なんでしょう。これむずいわ。2問目出ます。いきなり難問つけちゃった。
ブブブブブ。ヒント、生き物のところです。頑張ってる頑張ってる。手はね、本当はね、下についとる。首長でしょ。そうなんですよ、首が長いといえば。違う違う、私が想像しているものではない。あー頑張れ、誰か誰か来い、誰か、ガー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 、ゴーゴー、ノー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 、惜しい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 正解、福山直樹さんそうです、正解はステゴサウルスでした。まあ一筋縄ではいかんわな。ステゴサウルスじゃなかった、何キオサウルス。ステゴサウルス短いの、何キオサウルス。優しくして、分かった、じゃあ優しくします。じゃあはい、ブラキオサウルス、そうだ、正解です。もう正解出ちゃった、まあ正解、正解は鬼の面でした。女房なんでなんでさ日本語でさ答えるこの顔してほしい。あ、そうです、それです。うーん、続きまして、コンコンコン、いやいやいや、ももも、かかかわわわ、いい、ありがとう。ピンポーン、バスケさん、萌えさん、山田さん、ひるやさん、ヤシーさん正解、ボインさん正解、クロスさん正解。はい、正解は髪切るやつでしたイエーイこれ楽しい。続きまして、なんか腕たくましくなってない？悲しい。ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン、ピンポンピンポン。思った、思ったじゃないよ、なんでそれ。正解はダイヤモンドでした。
唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで僕が ダイヤモンドで出るんじゃないですっけ。普通に目だと思ってた自分が可愛い可愛いんですね。うん、続きまして、お腹鳴った。ピンポーン。歯出てなかった。出し損した。もしや、なんでそんなに絵文字覚えてるの。依存症だから。正解は真正面を向いとる方のウサギでした。はい、続きまして、はい、どれでしょう。ピンポーン、ピンポンピンポーン。たまにブブー。絵文字できないの？涙が出る。正解はフラメンコガールでした。ありますか。タイムラグのせいでミチがやるより先に答え。そうなの。こんばんは。胸元揺る。そうですよね。はい、こんな感じでございました。今日の絵文字クイズは終わり。これ当てたいですって。やってってことや。タワー無料で投げれるのもあった。うん、タワーありがとう。なんでなんでなんでなんだろう。服のせい。なんか太くなったよね。悲しい。遅いよ。ありがとう。私の求めていた言葉を。ありがとう。
と、それでは後半戦は「ポケモンピックコレクション」の開封をしていきたいと思います。なんと今回は2個も買いました。イエー、パルトルームから来ました。パルトかわいいの出てください。かわいいの出ろ。それでは開封の儀をしていきたいと思います。身が悪くて、布を折るん？はい、こちらです。じゃん、どっちが前だろう。これを見て、みんなの反応を見て見るね。やべえ。はあ。ほんとじゃん。鬼スズメ。また出た。本人出たって何？本人ってどれ？いやー全部可愛くないな。いや、いい子なんですよ。あのね、ポケモンとしてはね。当たりではないかもしれない。いきます。じゃん、ちょっと分からん、どっちが前か。どんまいですか？ノー。でもこれなんかちょっと可愛いんですけど、色がいい感じ。こんな感じでした。ほらもう、うん、一個だけ全部ティアドロップ型だったんだ。ティアドロップ5のおにぎり1だった。ふふふ、スポーツだ。
イーブあるんですか。え、イーブある。てかピカチュウとかもあるんですよね、きっと。一袋おいくら？550円なので1100円と、もう一個ピカ買って1200円でした。全部でね、何種類だったっけな。イーブン等しい。イーブ追加で書いてくる。そう、イーブいないっぽい。あ、そうなの。ピカチュウはおった。ありがとう。そうそうそう、楽器屋さんに売ってます。高い買い物でした。お気に入りは今日はビートル。カビゴンありそう。え、カビゴン欲しい。欲しいやつは出たの？うん、自分が何が欲しいんかは分からん。何があるんかを分からんけん。うん、でも何十何種類でしたよ。オニスズメ3匹、3体来た。一番欲しいやつ分からん。ピカチュウとカビゴン。じゃあカビゴン。パン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 、ポケモンパン。ロコンとポニータはいそう。え、なんでそんなに可愛いのがいるのにこんなに虫が出るの。おしめはロコン。いや、ロコン可愛いよね。なんで？びっくりしたんですが。鬼スズメ3体も出る。そのシリーズだとミュウツー。え、ミュウツーいるんですか？何それ、夏だ。そんなことある。夏だから。ロコン第2弾に。あ、そうなんだ。これ第1弾なのかな、私が買ってるの。プリンのパッケージにしか入ってない。あ、そうなんや。え、第2弾の方が可愛さそう。でも第2弾売ってないんですよね、そこ。ミュウツーで弾くとめっちゃ上手になりそう。それな。虫好きじゃなかったの。トカゲは好きだけど。部屋を汚くしてるから虫が出る。綺麗だし、めっちゃ。めっちゃ綺麗やし、今。知らなすぎておく。私もでも名前はそこまで全部出ない。こんばんは。かわいい。この子かわいいなって。ぜひ。見ながら推しメン探してください。ポケモンの。好きなのはルカリオ。そう。でもイーブイも好き。イーブイが一番好きかもしれんけど、結婚したいのがルカリオなんですよ。第2弾に3弾。ミニリュウはガチ。かわいい。ファブってる。ファブリーズ？土日の中、水の中、草の中、森の中。あの子のスカートの中、キャー。第2弾のニョロも、かわいい。ピクニンよしよしはあるの。私はあのなんか結構強く引きがちらしいので、あの柔らかいのをおすすめされました。柔らかいおにぎりを柔らかいおにぎり柔らかいおにぎりをおすすめされました。ゲットだぜ。
そうなんです。慶応のピッカーがね、おにぎり第2弾コダックいるじゃん。え、コダック欲しい。第2弾がいいじゃん。ピックが乾いて練習はがずいぞ。でも確かに硬いやつで引き寄ってすぐ削れたんよね。私が強い剣かな、なんかな。第2弾は虫系が多かったイメージ。これ第1弾なのに虫ばっかなの。私もう第2弾になったらもっと虫じゃん。ST のツアーの山口楽しみ。いや、あのね、本当に来れる方は昼夜来てほしい。本当に山口は山口で本当に来た方がいい。フェンダーと白グラスルーツとヤマハだったらどれが。フェンダー、アイバニーズ、ヤマハを弾きやすかった。第2弾パルコシモムラになったけど、あ、本当？昼と夜瀬戸り違うと思っていいの。昼と夜瀬戸り違うって結構言ってますよ。ペンダー持ってなかったっけ？持ってたっけ？今のところどこでも来た方がいいって言ってるし。違う。いや、なんかなんて言ったらいいんですか。もう昼夜来た方がいいし、山口はさらに香川のメンバー発表されてますよね。香川は父親のくしゃみが入りました。見た？皆さん、香川の出演メンバー。香川は昼夜どっちもにした。ありがとう。いや、そう、まあどこでも昼夜来てほしいんじゃけど、え、香川のメンバーどうすか。ギタースタンドあるといいね。あるんですよ、ギタースタンド。実は今ファブリーズがかかっとるんですけどね。みちは発表されていない公演の出演メンバーも知ってるのか。今1期生ドラフト3期生もうほぼ16人だから。ファブリーズスタンド、え、香川出てるよね。ねえねえ、香川出てるよね。皆さん、出てます。出演メンバーが変わってるじゃないですか、山口と。サンダルとファン今日届いた。ありがとう。
サングラスデイズのグッズかわいいよね。ということはですよ。でも山口ってもう来れないんだっけ？チケットまだ販売ありますか？もうない？本当に未知のマスク売り切れてた。本当？え、未知欲しいって書いてあるやつですか？パーティちゃんもないかも。終わったのか。一気ドラさん公演で一気入れて一気目を控えに回すのはどうかと。いやそりゃねえ、そんなん私が決めたことでもないんですけど、そりゃあね、一気ドラさんの方に二気出すなら二気の方にも一気ドラさんを出したりしたらいいとも思いますし、私もでもお仕事の関係とかで一期生はもうみんな全員揃う時が少なかったりしてみたいな、なんかもう 2,3,4,5 ポジ覚えるメンバーが出てくるからそうなってるんだと思う。だいぶ前に売り切れてた。ほんまに？え、それってみんな？じゃなくて？マスクみんな売り切れたんじゃないんですか？だってあの道押しのマスクつけてる方そんな見たことないよ。まだ3名ぐらい。最初即完売して再販があった。そうなの？マスク発売だって見たら未知のもうなかった。本当に？え、持ってる方いらっしゃいますか？私のマスクもともと20枚しか作ってなかったから。そうなの？なんで知ってるの？そうなんですか？持ってます。マジか。買ってもつけないのが道押し。まあ確かにな、自分もそうかもしれんわ。メンバーがつけてるマスクが欲しい。それよく言われる。エリオンのボッコにつけて、うん、ありがとう。そうやそうや、あれはね、そう、売り物じゃないのでね、私たちがつけてるマスクは、あの今期の新制服に、あのなんて言ったらいいの、合わせて作ってもくださったやつだからね。特注っていうのかな、うん。でもあれすごいなんかカラスみたいになる、口が。参加させてもらいます。休みです。ありがとうございます。ベティスミスなかった。あれかわいいよね。ほら今入ってったのも人お一人しかいなかったくない？メンバーのマスクのチャームかわいいよね。そうそうそう、武道館マスク、道押しマスク一人しか買ってないやん。もう見たんですけど他の方もつけてくださってた方。そうなんだ。いやでも結構嬉しいんですよね、あれ。なんかつけてくださってるの見ると、結構嬉しい。
なんでかっていうと、すごく堂々と書かれてるものなので、つけるのにも人ね、一つ決心をしてからつけなければいけないようなものなのかもしれないと思うんですけれども、それをつけてくださる方がいるっていうのが嬉しい。ね。あれは相当勇気がいりますね。会場入ってからつけました。まあね、席でも席座ってからもつけてくれたら嬉しい。いや別につけてないからダメとか弱いとかは全然ないんですけど、今度普通のマスクに道押しって書いていく。例によって付け替えてる人いそう。いましたよ、このコメント欄の中に。この前いらっしゃいました。私の例に入ったらつけて、でも剥がされたら外す、剥がされたらマスクも剥がす人、マスクを二重にしといてみたいな。迷ってきたけどツアーティー生きる決心できました。かわいいよね、サングラスデイズ。オーラに道をして書いてる。道は横目で見てるのね。うん、その方が他の子の子ところも行くっていうの知ってたから、そのマスクつけていけないでしょって言ったら、うん、もう出るときに外してるよって。セーターティー着替えてるでしょって、うん着替えてる。そうそう、みんな正直やから。素敵な方々です、正直大事。うん。まあ自己申告ではないけどね、私が聞いてるから。潔い。取り調べの鬼。別にそんな、私もなんか束縛系じゃないので、やばいでしょそれみたいな感じだから。カミングアウトした後泣いてるかもしれない。ごめんみんな。うん、あみちゃんがくれたハートはチョコレート、あれはアップルチョコレートです。ハート見ました？自由にさせてくれるイメージ、自由ね、自由大事。束縛はできませんな、私の。束縛してもええんよ。されたいんですか。ハートってメールに書いてた、あーハートって書いちゃった、あれは葵ちゃんへの愛でした。ごめんなさい。みちに報告すれば後ろめたさがなくなる。あーだから正直者なんだ。じゃけん言葉では自由でいいよと言いつつ内心はそうじゃないのがみちだった。あーまあそれはどうでしょうかね。他の推しグッズつけてても対応変わりませんか。変わらないと思います、別に。まあでもなんか
他の子も好きな、他に好きな子もいるスタンスか、私だけって思ってる人には私だけだもんねって言えるけど、他の子も好きなんだったらあの子も好きだもんねっていう言いますそのまま。ミシだけとは言ったことない。あ、確かに確かに。こんばんは。倒しなのでセリフとして他の子行かないでって言われたい。いい絵文字の使い方。いや別に対応が何て言ったらいいの、悪くなる良くなるとかのあの差はないですが、あのスタンスが変わるっていうか、ね、私だけを好きでいてくれてる人って思ってたら、自分がそういうなんか私だけだもんねみたいなはあるかもしれないけど、他にもいたらなんか言われても言ってもあの子も好きでしょみたいな、いじり方というかが変わるっていうか、だから対応がよしあしじゃなく、対応のなんてジャンルが変わるみたいな、変わりもしない、何がいいのか分かりませんけど、 そんな感じ。よしよし、わかりません。そうそう、やばい、またやばい。13位長谷川さん、12位コメさん、11位キミさん、10位 MK さん、9位さやさん、8位ブルーさん、7位触れてはいけないさん、6位まさじさん、5位また絵文字クイズやってねさん、4位ルーベニアさん、3位ギルスさん、2位ホジェさん、1位マサさんでした。そしてラッキーナンバー22位はドゥルルンジャシギさん、ありがとう。それではまた明日、バイバーイ、ありがとう。